ごめんね、みんな。水着は着れない。もう。崩してください。あ、全然いける。皆さん、今ね、今日ね、めちゃ雨なんですよ。雨だけど、洗車してます。なぜかって、カーポート。カーポートがあるから。ああ疲れた。はい、水回します。洗車、終わりましたので、これから水を吹き飛ばしていきたいと思います。これはええよ。綺麗になったベルシスちゃんでーす。ということで、今日はね、雨なので、ガレージの中で作業したいと思います。広い。広いね。作業場と撮影と兼ねたガレージですね。ということで、このベルシスに、じゃーん。こちらですね、ケミモトさんからご提供いただきましたハンドルポスト、30ミリのアップ。で、このハンドルポストって何をするかっていうと、はーい。ここですね。これを、こう、30ミリ、3センチ、アップしていきたいと思います。これをすることによって、ライディングポジションが、はい、楽になるそうです。ということで、今からつけていきたいと思います。で、今回ですね、なんと、黒と、もう一つ。でねー、シルバーもあります。どっちが似合うかな。作業員 A、やりまーす。いや、頑張って。そう、私がするんじゃねえのかよって感じですね。これが10ミリだったので。はい。10ミリで。これただ、純正の位置が、これちゃんと本当にこの位置ってわかるんかどうか。しっかりちょっと印を一回つけとった方がいいような気が。何どういうこと純正の位置位置がちょっと右左とかね。あっそうなの。そうそう、あと角度とかもし戻すときに分からなくなったらいけないんで、うん、あ、ほらほらこういう、あー分かる、あ、ついてるな、うん、ちゃんとその角度とか、うん、あれが分かるように、分かるように線が横線とかついてる、縦線と、うんで一応まあここの筋に沿ってちょっとこう、うん、あ、でもなんか明るくない？ということで、じゃあ次は外していきます。はい。ケミモトさんを外側に、ちょっとこれをじゃあ。はい。え、あ、え、ぴったり合うんだ。すごいね。オッケー、あの。マジックの位置がね。マジックの位置が。黒でよかったです。おー、すごく高くなりましたね。あ、意外に簡単に。ということで、こういった形になりましたよ。はい、私、カメラの趣味になってまーす。取り付けとしてはね、全く簡単ですね。取り付けは簡単じゃね、うん、ただ、二人おらんと、一人でハンドルの位置とかね、ずれた時のことを思うと、誰かにちょっと手伝ってもらった方が、確かに手が多い方がいいね、うん、いいと思います、うん、上のこの六角のネジもね、まあ、黒もいいけど、なんかシルバーもかっこいい、シルバーかっこいいね、アップしたやつで乗っていきたいなと思ってるんですけど、シルバーかっこいいですね、まあ、つけた感もあるね、うん、なかなかかっこいいですね。かっこいいですね。シルバーすごくいいですね。ということで、またがってみますね。ああ、あのね、腕が結構あの余裕を持って上がることによってちょっとやっぱり楽になりましたね。お、すっごい全然違う。楽が楽々になった。楽々。なんか楽だったのが楽々になった。アップになってる。いい感じ。いい感じ。すごいね。3センチの高さが
全然違うんだよね。まあ高くなった分手前にもね、斜めだから。うん。で、手前にも来たので、すごく腕がね、多分こんなになってたと思うんですけど、うん、僕結構はい、いいですね。私本当にこれ欲しかったので、かなり嬉しいです。ありがとうございます、木本さん。